うちは白湯とか、ブローだとか、海水浴でしか行かないですよ。ようこそ、今日はお待ちいただきました。この質問機会にですね、お越しいただいたことがある方いらっしゃいます？お一人、お一人だけ。あ、そうですか。はい。それじゃあ皆様にちょっとお尋ねしますけど、この金沢の蓄音機の音をお聞きになられたことない方いらっしゃいますか？はい。あ、かしこまりました。まずですね、じゃあその話からちょっと簡単にいたします。蓄音機、ここに並んでおります蓄音機はですね、電気を使いません。電気を使っていないんです。で、どうして音出るかというと、まあ、ゼンマイを動かして、ゼンマイでレコードを乗せるターンテーブルを回すだけです。やはり音はどうして出るかというと、壁にある丸い鍵盤のレコードの音が刻まれているんですが、そこに針を乗せてやって、針が小さく振動するんです。それは、まあ、大きく音を増幅させまして、こんなにでかい音が出るの、電気も使っていないのにということを今日はぜひ体験をしていただきたいと思います。じゃあそのレコードというのをですね、知ってるとおっしゃるんですけど、でも皆様のご存知のレコードは LP レコードと言いまして、1分間に33回もある、これでかい、直径30センチのものなんですね。あるいはもうちょっと小さいですね、17センチ、これは EP レコードとかドーナツ版とか言ったんですけど、これは1分間に45回もあるんです。だから比較的ゆっくり回るんです。壁にあるレコードはその LP とかドーナツ版が世に出る前のレコードです。1分間になんと78回聞いて、大変速く回るんです。あっという間に片面の録音時間は終わってしまうんですけど、それをかけるのは蓄音機です。そして蓄音機の中でも電蓄といって電気蓄音機がございますが、これは電気を使っております。で、今日は今からお聞きいただくのは電気を一切使わない、針を振動させるだけでこんなにでかい音が出るので、ぜひ体験をしていただきたいと思います。
ち赤く燃ゆるきらきら舞い海域ふやかび